ネルでございますですよ。もう本当にね、談合をやめてですね、利権を作らなかったので山から降りてっていいよって言われたのでですね、カモシカヤシや山に寝かせたまま、都会に出てまいりました。しかし別に都会といったってですね、一人一人のですね、住んでる集落がですね、元気にならなければ図体だけでっかくなったってですね、本当に一つ一つの分子活動がですね、地域の中で活性化していなければ、これは骨粗鬆症の体のようなものになってしまいます。新党日本代表の田中康夫チャンネルはですね、まさに現場に出かけるだけでなくて、でその場でですね、皆さんとお話をするだけでなくて、どういうことを日本へやったらいいのか、まさに発想の転換、選択の転換、その上で仕組みの転換、本当にですね、この大変革の時代においてですね、皆さんが朝晩見るととっても元気になっちゃう。職場で見てもですね、ここにアクセスした記録があってもですね、上司には文句を言ってあげてください。お前のような仕事っぷりだから日本はダメなんだ。安尾チャンネルでございます。